ゲーム上でいるあの女の子たちがアニメになって動くとどんなことになるんだろうって、ワク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 、現場に行ったら真っ白だキャラクターが一人一人出てくるたんびに、おーはーという歓声が上がるようなアフレコだったんですけれども、あの印象としてはみんなめっちゃべっぴんさんよっていう感じでしたね。作画の方とか監督さんが髪の毛一本一本までってお話しされてたのを思い出しました。本当になんて言うんでしょう、キャラクター一人一人の特徴を綺麗に美しく切なく出していたなと思います。思わず泣いてしまったっていうところだったんだと思うんですけど、館林に関してはいつもあんなエンディングなんですね。 CD ドラマの時も、今回の OVA の時も悲しい結末というか、多分なんですけど、美晴ちゃんは相手を思いやる気持ちがすごく強いと思うんですね。だから主人公というか好きな相手をずっと見続けてきた美晴ちゃんがいて、自分の幸せよりも誰かが幸せになることで、多分そう、彼が幸せになることで自分も幸せって感じることができる女の子だと思うんで、ある意味そういうちょっと引いてしまう弱い部分があるのかもしれないんですけど、芯はすごく強いんだと思います。レコーディングがあるって聞いて、歌の資料をいただいて歌詞を読んだ時に、曲も聞いた時もなんですけれども、今までのこういわゆるドキメモのキャラクターソングとはちょっと違うタイプの曲で、どちらかというとウィスパーボイスで、切ない、本当に切ない歌っていう感じだったんですけど、それが OVA の中で使われるっていうのを聞いてたんですけど、一体どんなところでって思って、雨のシーンが始まって流れてきた時に、なるほどなと思って、なんか多分ストーリー的にはみはるちゃんはちょっとアンハッピーなエンディングだったんですけど、あの歌をいただけたっていうところできっと幸せなんだろうなって。最初にいただいた時はキャラクター設定に雨にも負けず風にも負けず、影から主人公を見つめる女の子、そしてセリフは、紙で10枚ほどっていう、皆さんに比べるとすごくすごく少なかったんですよ。で、この間旅立ちの歌をやらせていただいた時にすごく量が増えてたくさん喋れたんですけど、だから館林のストーリーというとセリフが徐々に増えていたっていう気がするんですけれども、他のキャラクターたちが誰かに告白したりとか、ストーリーがそう進んでいくんですけど、美晴ちゃんはやっぱり同じ悲しい結末が待っている、結局同じところにいる、でもきっと精神的には一つのストーリーを終えるごとに大きくなってるんだろうな、5年という月日の中で、年は取ってませんけど3年間をぐるぐる回ってるんですけれども、だからそういう意味では私も多分菊池志保も精神的に成長してると思うんで、こう二人三脚で全く違う世界で二人三脚をしてたような感じはしますね。ここまで来て OVA を終えてみてなんとなくそう思いました。5年前と今とときめきメモリアルを見つめる目とか気持ちっていうのは、あなた自身も少しずつ変化してると思うんで、これが終わりではなくて形としては終わりなのかもしれないんですけれども、演じた私たち、作ったスタッフの方、プレイをした皆さんの気持ちが、次の形へ、つないでいけばいいと思うんですね。それは気持ち次第だと思います。だから終わってしまうんではなくて、一つの区切りをつけて新しい形を見つけるために、皆さんのお気持ちで応援をよろしくお願いします。また会える日を楽しみにしています。菊池志保でした。バイバーイ。